つまりセラスティックをつけてイヤホンを装着すると体温でね柔らかくなって自分の耳の形状に沿って変形してピタッとこう密着するイヤーピースなんですね。はい、どうも皆さんこんにちは。オーディオ系のガジェットを専門にデビューしている YouTuber のバーマです。今回ご紹介しますのはこちら、体温により形が変化するイヤーピース、セドナイヤーフィットセラスティックを今回ご紹介します。以前ですね、僕がよく使用している完全ワイヤレスイヤホンに使っているイヤーピースをご紹介しました。イヤーピースっていうのはイヤホンの先っちょについてるゴムのやつですね。その前回のね動画で紹介したセドナイヤーフィットライトショートなんですが、動画を公開した後 Amazon でね品薄になって、多くの方のね参考になってよかったなと思うんですが、そのセドナの新作のイヤーピースがこのセラスティックになります。特にですね、完全ワイヤレスイヤホンとかね、イヤホンを購入して耳にねあんまりフィットしないとか、あとまあ痒くなってしまうとか、せっかくイヤホンを買ったのに自分の耳に合わないっていうのは結構最悪のことですよね。今回ご紹介しますセラスティックなら、いろいろな方におすすめだと思ったので、なるべくわかりやすくおすすめポイントをご紹介していきます。まず一つ目、体温で形状が変形するところ。通常イヤーピースというのはシリコンを使用していることが多いんですが、セラスティックは熱可塑性エラストマーという熱によって柔らかくなって形が変形する特性のある素材が使用されています。つまりセラスティックをつけてイヤホンを装着すると体温でね柔らかくなって自分の耳の形状に沿って変形してピタッとこう密着するイヤーピースなんですね。これであれば、例えばその耳に合わなくて痛くなってしまうという方でも痛くならない可能性が高いのではないかと思います。だってその自分の耳の形に変形するわけですから、まあ、痛くなりようがないと思うんですよね。実際に使用してみたんですが、最初はねちょっと違和感あるんですよね。この熱可塑性エラストマーはなんかね、触った感じちょっとこうペタペタしてるというか、イヤーピース同士をこうやってくっつけるとこう吸い付くというか、ちょっとこうくっついちゃうんですよね。シリコンのイヤーピースっていうのはこうやってこう当ててもねくっつくってことはないので、ちょっとこうペタッとした感じなんですよね。なのでこうやってねこう耳に入れるときに耳の中にねこうペタッとこうくっつく感じがあるので、それがねシリコンのイヤーピースにはないことなので、少しこう違和感はありますね。あとは耳に入れた後にだいたい1分とか2分ぐらいはかかるのかなと思うんですけども、体温でね自分のこの耳の形に変形してピタッと密着するので、かなりフィット感がよく感じます。実際にですね、僕が使った後のセラスティックを見てみると、ちょっとこうね楕円形に形が変わっているのがわかるかなと思います。 AirPods Pro とかもね楕円形だったりしますけど、やっぱり人間の耳っていうのはねちょっとこう丸い感じではなくて楕円形なんだなっていうのがねわかりますよね。セラスティックなら自分の耳の形に変形するので痛くなるっていう方は少ないのではないかなと思います。それから二つ目ですが、品質の高い素材を使用しているので痒くなりにくいのではないかなと思います。まあ、痒くなりにくいってねちょっと言っちゃうとそれはいけないと思うので、痒くなってしまう方もいるかもしれませんが、痒くなりにくいのではないかなと思います。熱可塑性エラストマーって言ってもこうレベルがねいろいろこう違いがあるみたいなんですが、このセラスティックに使用されている熱可塑性エラストマーはかなり品質のいい、レベルの高い熱可塑性エラストマーが使用されています。この熱可塑性エラストマーを使用した製品を作る世界的に有名なドイツのクライブルク TPE 社の熱可塑性エラストマーが使用されてるんですね。このクライブルク TPE 社の作る製品はホームページを見ますと、自動車の産業にもね使用されていますが、医療業界でも使用されていて、酸素マスクなんかも製造されてるみたいですね。こう手術とかなんかこう使うじゃないですか、ここに人間のこの顔につけた時に、まあ、この顔の体温でちょっとこう柔らかくなってフィットしやすくするっていうことなんですかね。ちょっとそこまで詳しくはわからないですけども、おそらくまあそういう風な意図があって、こう酸素マスクなんかにも熱可塑性エラストマーという素材が採用されているようです。なので医療業界にも使用されている熱可塑性エラストマーなので、品質的にも安心できるメーカーなんじゃないかなと思います。アメリカの食品医薬品局、いわゆるその FDA ですね。アメリカの医薬品などのその製品の安全性を保証する機関のまあ承認っていうのかな、その認められた熱可塑性エラストマーをこのセラスティックは使用しているということで、安全性にも優れていると言っていいです。個人的にはですね、発売されてからすぐに購入して結構な期間、長い期間使用してますが、一度も痒くなったことはないです。イヤーピースをまだこれ一部なんですけども、様々なイヤーピースをですね使用してきたんですが、個人的には一番痒くなりにくいと言ってもいいのではないかなと思っています。特にこう耳の中ってこう非常にこうデリケートなので、まあ、こういうねアメリカの医薬品局から認められた素材を使用しているという部分はですね、結構安心できるポイントなのかなと思います。そして最後3つ目なんですが、サイズも多く展開も分かりやすい。よくイヤーピースを購入する際にどのサイズを買ったらいいか分からないっていうコメントをいただきます。でも正直そのコメント僕にいただいても分からないわけなんですよね。人の耳のサイズって全然違うし、ましてやこう左右でね耳の穴の中のサイズって結構違ったりとかするんですよ。僕は右が大きくて左がちょっと小さいんですが、なかなかこのイヤーピースのサイズの選び
び方っていうのは難しかったりとかします。で、それにそのイヤーピースって同じ M サイズだったとしてもメーカーによってもね大きさが違ったりするんですね。規格みたいなものがないので統一されてるわけではないんですよ。なので正直結構選ぶのが難しいんですよ、イヤーピースって。ですがですね、このセラスティックは3つのサイズを1つのパッケージにしたタイプが発売されています。セラスティックは SS、S、MS、M、ML、L のですね、全部で6サイズが発売されています。例えばその僕が買ったパッケージは M と ML と L が一つのパッケージになっているものなんですね。僕は普段ですね、この L を使用することが多いので、まあこのパッケージを買えばね、3つのうちね、どれかは自分の耳に合うだろうということで購入しました。そしたらね、L ではなくて僕の耳に合ったのは ML サイズでした。なのでこのセラスティックは普段自分が使用しているサイズよりも1サイズ下げた方がいいのかなっていう感じは個人的にはしています。なのでまずはこの3サイズが一つのパッケージになってるタイプをまずは購入してください。例えばその女性の方とか、まあお子さんにまあ買ってあげるとかっていう場合に、まあ大体こう男性よりも女性の方が耳の穴は小さいので SS、S、MS が一つのパッケージになったタイプが発売されてるので、それを買った方がいいかなと思います。僕みたいにこの L みたいなね、こう大きいサイズほどは使わないよっていう方であれば MS、M、ML が一つのパッケージになったタイプで、僕と同じようにね、こう自分の耳の穴がこう大きいっていう風にね、もう知ってるっていう方は M、ML、L サイズが一つのパッケージになったタイプを買うのが間違いないですね。それとその3つのサイズが一つのパッケージになったものを買って、自分のね、こう耳のサイズに合うものをね確認して追加でセラスティックを買うよっていう場合は、そのサイズのみを購入することもできます。だからまずは一番最初はこの3サイズで一つのパッケージになったものっていうのをね買うのをお勧めします。これを買えばね、とりあえずこうどれかはフィットするので間違いないかなと思います。はい、ということですね。痒くなったり痛くなってしまう方におすすめのイヤーピース、セドナイヤーフィットエラストマーのご紹介でした。ちょっと読みにくいんですけどね、この製品名が。今回言いました3つのポイント。熱可塑性なので、まあ、体温で柔らかくなって耳のね形に変形するので痛くなりにくい可能性が高いということ。それからアメリカのですね、食品薬局の承認も受けている熱可塑性エラストマーを採用しているので安心できるということ。あとはサイズもね、6サイズと豊富で、かつね3つのサイズを1つのパッケージにしているのもあるので選びやすいということ。個人的にはいろいろなイヤーピースをですね、今まで使用してきていくつかご紹介してきましたが、非常にこうおすすめしやすいイヤーピースではあります。ただ価格がどうしてもやっぱ高いですね。熱可塑性エラストマーってやっぱ高いんでしょうね、おそらくそのシリコンよりも。だいたい多くのイヤーピースがですね1000円から2000円ぐらいなんですけども、こちらのセラスティックは3サイズで1パッケージになってる方は2700円とかなんで、まあ、ちょっと高いですね、イヤーピースの中では。ただこの2700円の価値っていうのは十分にあると思います。音質はですね、前回ご紹介しました、まあ、セドナイヤーフィットライトショートと比べると少しまあ高音がマイルドになったような感じっていうのはありますね。どちらかといえば低音の表現が結構良くなるような感じっていうのはあるんですが、その分ちょっとこうセドナイヤーフィットライトショートと比べると高音の輪郭は緩くなったような感じっていうのは個人的にはします。なので音の変化的にはセドナイヤーフィットライトショートの方が好きなんですけど、フィット感が良すぎて個人的にはね、セラスティックを使いたいなと思ってます。とりあえずよく使ってるこのゼンハイザーのモメンタムトゥルワイヤレス2はセラスティックにしてるという感じですね。最後にですね、僕のチャンネルで以前ご紹介した完全ワイヤレスイヤホンで実際にこうセラスティックをね装着してちゃんとこうケースに収まるかどうかっていうのをですねテストしました。なので参考にしていただければなと思います。はい、ということですね、下にリンク貼っておきますので、まずはねチェックしていただいて、何かわからないことがありましたらコメントでですね質問していただければ、わかることであれば答えます。ということでグッドボタンとチャンネル登録、それからですね下にツイッターのリンク載せておきます。ぜひフォローの方もよろしくお願いいたします。それではどうもありがとうございました。ありがとうございました。